コンテナ船。コンテナ船とは ISO により規格化された海上コンテナを輸送する貨物船である。一般的にはクレーンなどの荷役設備を持たないコンテナ、輸送専用船を指すが、コンテナ以外の貨物を混載して輸送する船も存在する。タンカーと並んで海上貨物輸送の主流を占めている。貨物コンテナと他の一般貨物を混載する混載貨物船には、 貨物コンテナ専用の戦争を持つ分砕型と専用の戦争を持たずに同一スペースを共用して搭載する根彩型がある。冷凍コンテナへの給電設備が多くの船に備わっており、一部の船では水冷の配管設備を戦争深部にまで備えている。また、冷凍ユニットの運転状況を監視する装置が備わっている船もある。コンテナ船は 国際間の貨物輸送の主要な輸送手段として、日用品、工業製品、精密機器、加工済み食品、製材済みの木材や金属インゴットのような、原材料など、ドライカーゴと呼ばれるものの保存を運んでいる。冷凍食品も冷凍コンテナによって運搬される。コンテナ船には、設備が整った、世界各地の機関港湾。 ハブ港だけを結び深い回路を進む大型船と、ハブ港から地方港湾を結ぶフィーダー路線を進む小型船とがある。世界の大型ハブ港湾には、ロッテルダム、コッペンハーゲン、シアトル、オークランド、ロサンゼルス、シンガポール、香港、上海、高尾、富山などがあり、日本の地方港湾は、富山や上海からの支線が伸びるフィーダー港湾にあたる。 世界各国の代表的な港湾や横浜港や神戸港など日本のスーパー中枢港湾は超大型コンテナ船が立ち寄るハブ港から外されないよう大型投資や制度改善国内外の集荷力強化などを進めている大型コンテナ船の設計においては以下の点が留意されるほとんどのフルコンテナ船や多くのセミコンテナ船では貨物コンテナの搭載に セル構造をとっており、船体の同様時のコンテナ保持と二役作業の効率化のために、コンテナ四隅の位置にセルガイトと呼ばれる垂直レールを備えて、コンテナを横方向に動かないよう固定する構造がとられている。レールの最上部にはエントリーガイドと呼ばれる車体がついていて、ガントリークレーンなどを使った搭載時に容易にはめ込めるようになっている。この構造全体がセル、 セル構造やセルラー、セルラー構造と呼ばれ、セル構造を持つ戦争は、セルラーホールド、セラーホールドと呼ばれる。比較的大きなコンテナ船やフルコンテナ船では、場所や重量の節約のために船上に、二役機器、クレーンなどを備えない船が多く、コンテナの積み下ろしは、不当に設置されているコンテナ専用のガントリークレーンで行う場合が多い。しかし、 2900TU 以下の比較的小さなコンテナ船では、ように施設の未整備な港での積み下ろしなどのために、自らレーンを備えている傾向がある。大型セルコン船では、ハッチを閉じるハッチカバーは、旧型船では、油圧駆動の品ジ式等が使われていたが、21世紀の現在はポンツーン型で岸壁のクレーンによって、開閉するようになっている。 構成のポンツーン型ハッチカバーも最初はゴムガスケットで水密が考慮されていたが、貨物がコンテナだけなので現在では、選手の一番ハッチ以外は特にガスケットは付けられない場合が多い。また、ハッチの固定締め付けも、その上に積載されるコンテナ重量とコンテナの固い増しめで抑えられるために、ほとんどの船で省かれている。ギャングと呼ばれるコンテナの固いし目作業や、 その解除を行う専門作業チームがラッシング作業を安全、迅速に行えるように上甲板状のコンテナ間に足場となるラッシングブリッジを持つ大型フルコテナ船が登場している。また、ラッシングに加えて従来戦争内だけだったセルガイドを上甲板状にまで伸ばしたセルガイド延長コンテナ船が登場している。このような設計ではハッチカバーそのものがないため 海水や雨水が直接戦争内に侵入するので、排水装置が必要になり、消火設備も特に備えなければならない。船尾甲板上の軽流産業用デッキの上にまで固定セル構造を備えた船もある。ほとんどのコンテナ船は、ディーゼルエンジンでスクリュープロペラを回して推進力を得ている。また、乗組員は20人から40人である。船橋、居住区画。 機関室は小型船ではほとんどが船尾に配置されているアフトエンジン形式であるが船 t u を超えるフルコン船では船尾に近い船長の1、4から1、3ほどの位置に配置したセミアフエンジン形式が多くなる。オイルショックの原油価格が高騰した後21世紀初頭の現在でも 燃費優先の推進機関が選択されており、大きな船ほどより大きく低速で回転するディーゼルエンジンを一軸直結の一軸推進機でかけるしている。合計1メートル近いシリンダーを100回転、分程度で回転させて12気筒揃えて合計10万馬力程度のターボ下級のディーゼルエンジンが大型コンテナ船で標準的に採用されている。 船体が大型であると同時に、一般に船速が25ノット程度と、一般商船の中では最速の部類であり、そのためタンカーなどと比べても大型の手機を搭載している。横揺れによるコンテナの荷崩れを防止するために、アクティブな弦、揺ら装置として、フィンスタビライザー、パッシブな弦、揺ら装置としてゲン、弦揺ら水槽、アンチローリングタンクを持つ船が現れている。 以下は、一般的な2役を時系列に並べたものであるが、港によって多少異なる。コンテナ船の中には、ロロ船というものもあり、フェリーのようなランプウェイを備えている。ランプウェイから、貨物コンテナを積んだセミトレーラーが、船内に入り、トレーラーヘッド、トラクタを切り離して、後部のセミトレーラー部をそのまま積載するロ、トレーラー式とフォークリフトなどで積み替えるロコンテナ式がある。 ロロ船はコンテナ用クレーンを備えていない小規模港湾を結ぶ航路に投入されており、2役の簡単さと速さからコンテナの末端輸送手段として使われている。2役を行う2役作業員はチームを組んで作業を行い、このチームはギャングと呼ばれる。従来型の2役作業では1ギャングが15名前後で組まれていたが、コンテナ化によって1ギャングは8名程度になり、 一名のクレーン操作員を加えても9名で1台のガントリー、クレーンごとでの2役を行っている。この9名ほどのチームで1時間に30から35個のコンテナを2役できる。従来型の2役に比べて作業員あたりの2役効率は40倍前後になる。大型コンテナ船では一度に複数台のガントリー、クレーンを使って2役を行うので、さらに2役効率は高まり。 このことがコンテナ船の大型化を可能にした。21世紀初頭の現在では、大型フルコン船でコンテナを固定する場合で甲板に相当するポンツーンカバー、ハッチカバー上の固定は、個々の貨物コンテナ間の上下の四隅を国際規格のツイスト力を挿入、固定した上で1段から3段をまとめて X 型にかけたラッシングロットによって甲板上に固定される。 20フィートコンテナと40フィートコンテナの数でいえば、ほぼ同数であるが、40フィートコンテナの方が場所としては多くなる。また、今後も40フィートのものが増えることが予想されるためもあり、すべての船倉を40フィートコンテナの搭載に設定しているフルコン船が増えている。これらの船で20フィートコンテナと40フィートコンテナを同じ戦争に席付ける場合は、 二個分の20フィートコンテナの上に40フィートコンテナを積んでいく。ただ積んだのでは、40フィートコンテナの下の二個の20フィートコンテナが、ジャックナイフのようにくの字にずれる恐れがあるため工夫が必要になる。船蔵の底に取り外し可能なスタッキング高音を20フィートコンテナの位置に取り付けて、その上に20フィートコンテナを積んでいく。何段かの20フィートコンテナすべての間は、 脱着式下向きスタッキング高音でズレを防いでいる。その上の40フィートコンテナはセルのレールで固定される。こういった工夫によって20の上に40を積む方法はロシアンストーエージと呼ばれる。21世紀初頭現在、海上輸送で流通している貨物コンテナには全てに固有の記号が与えられており、コンテナ外面に表示されている。コンピューターはこの番号によって 個別のコンテナを把握して、セルへの積み付けや配送の順番を決めている。貨物輸送におけるコンテナの登場はパレット輸送を経由して発展してきた。海上輸送では長年その荷物の積み下ろしに個々の貨物をデリックやクレーンで扱ってきたが、昔からパレットに積み付けることで貨物の取り扱いを勘弁にする工夫が行われていた。 第二次世界大戦後に一定サイズのパレットによって貨物船の戦争への積み下ろしを能率的に行えるように工夫された船が登場した。これらの船では荷物を片い示しした一定のパレットを陸上のフォークリフトによって原則の開口ハッチから取り入れ船内のエレベーターやローラーコンベヤーで扱い所定位置へ搭載するものであった。この後、 パレットの利便性のままに互いに積み上げることもできる貨物コンテナが登場して、パレット船は姿を消して貨物コンテナが主流となっていく。当初、貨物コンテナを扱う専用船、つまりコンテナ船はあまり存在せず、様々な貨物船で貨物コンテナを輸送していた。バルクキャリアの空に時に、甲板場や戦争内にコンテナを固いましめして輸送してた。 こういった元々バルクキャリアで、貨物コンテナの輸送も行うようになった船は、コンバルカーと呼ばれた。現在のセミコンセンの先祖であるが、コンテナ搭載の専用設備をほぼ備えないため、分類上は、セミコンセンではない。1960年代以末から、コンテナ船とは、少し異なった、バージキャリアという船が登場した。 バージキャリアはもともと米海軍の上陸用衆艇の衆艇母艦から生まれてきたもので、一隻のバージキャリアで数十艇のバージ、橋機を搭載するというものである。バージキャリアではバージを搭載する方法によって、ラッシュ、ラッシュ船やセアベイといった形式があり、いずれも船尾部でバージを引き上げて取り込むという点は共通である。バージには貨物コンテナが積まれている場合もあった。 貨物コンテナによって貨物をユニット化して扱うのに対してバージという浮力体まで含めたユニットを扱うバージキャリアは重量、体積的に貨物コンテナに劣っており陸上輸送との連携も悪ため海上貨物輸送の主流にはなれなかった1970年代になるとそれまで世界中で不定期貨物船として活躍してきた米国製 リバティ船が大量に引退を始めたため、これに代わる新たな多用途貨物船が世界の造船メーカーで作られた。幅広の甲板ハッチを持ち、性能の良い二役装置を備え、スクラップメタルやドライバルクと共に貨物コンテナも積める多くの多用途貨物船が建造された。貨物コンテナの利用が増えていく過程では、世界各地で独自の大きさ、 規格の貨物コンテナが使用され互いの運用に支障が発生していた長い期間があり、ISO の場を中心とする標準化の努力によって徐々に規格が絞られ、21世紀初頭現在では国際的な海上物流で扱う貨物コンテナではほぼ標準化が済んだと言えるが、今でも少ないながら独自規格のコンテナが外交貨物船で扱われている。世界最初のコンテナ船は 第二次世界大戦後に余った軍用タンカー、アメリカで戦時大量生産された T-2 タンカーを改造して建造された。全米有数の陸運業者の経営者で、船にもトラックに詰めて、海陸一貫輸送ができる、コンテナというアイデアの発案者だったマルコム・マクリーンは、アイデアを実現すべく自らのマクリーントラッキング車を売って、船会社。 パンアトランティックスチームシップ社を買収し、T-2 タンカーを買って、コンテナ船、アイデアル X に改造し、1956年の4月に58個の金属製コンテナを積んで、ニュージャージー州ニューアークからテキサス州ヒューストンまでの区間を航行させた。マクリーンは1960年、パンアトランティック社をシーランドと改名して、 コンテナ船の運航やコンテナ船用布団の運営に乗り出し海外にも進出した。やがて各国の船会社が追従し、日本では日本郵船が1968年に建造した箱根丸が初、1970年代には港運のコンテナ化が急速に進んだ。ユニット化されたコンテナをガントリークレーンで積み下ろすことは作業員や小型クレーンが バラ積み貨物を積み下ろしするよりも早く済むため、在来貨物船に比べ低巡航や、速達性に優れたコンテナ船が貨物船の主流となっていった。第二次世界大戦後、コンテナ船をはじめとする多くの貨物船では、世界的な高速物流の時代に入り多くの高速、大出力の船を建造してきたが、1973年10月に、 始まった第四次中東戦争因後のオイル色によって燃料単価が高く燃料消費量の多いガスタービン線は数を減らしディーゼル線も主流はより低出力低燃費なものに変わっていき低速回転で駆動軸数も少なく戦速の遅いものになっていった日本優先の 黒部丸では34,800馬力のディーゼル2機で2軸推進だったものを26,320馬力ディーゼル1機で1軸推進に大きく改造することで、戦速は25.6ノットから20.5ノットに、下がり燃費は220トン、日から71トン、日に向上した例や、同じく日本郵先のカスガ丸での4万馬力2機2軸推進を26,800馬力2機。 二軸区水深へ換装することで、船速は二十六点五ノットから二十三点九五ノットへ少し遅くになったものの、燃費は三百六十六点三トンから百六十五点六トンへと半減以下へと改善された例がある。貨物船は大型化によって運送効率が向上するが、定期貨物船は大型化によって2 0に何日もかかるようになり、効率が悪化するため、 規模拡大に制限があった。1960年代では輸送船が20万トンを超える大型船が登場するようになっても定期貨物船は1万数千トン止まりであった。コンテナの使用によって定期貨物船の二役が迅速化されたため定期貨物船も規模の経済を追求できるようになりコンテナを多数搭載する超大型の貨物船が登場した。初期には 従来型の定期貨物船の船倉や甲板にコンテナを並べるだけであったが、やがて一般貨物の船倉とは別にコンテナを並べる専用の区画を備えるセミコンテナ船が現れた。主要な港での200設備もコンテナ専用のガントリークレーンが備えられ、それに伴って一般貨物を扱わずコンテナだけを専門に運搬するコンテナ船、フルコンテナ船、フルコン船が登場した。 船会社は、コンテナ1個あたりの運送コストを減らして、運賃を抑え競争に勝つために、200効率の限度内で極力多くのコンテナを詰める、大型船を導入しようとしている。1980年代以後、パナマ運河を通過できるサイズ、パナマックスより大きなオーバーパナマックス船が登場したが、その後も巨大化が進み、2000年代には、 水深16メートルのスエズ運河を通れるギリリの大きさ、スエズマックス。これまではタンカーの大きさの限度だったに近いコンテナ船も現れた。スエズマックスはコンテナ積載数 14,000TEU、最大積載量 137,000DWT、最下重量トン、船の全長400メートル、幅50メートル、喫水15メートル以内。 速度25.5ノットの時に出力は85メガワット以上という基準だが2006年に浸水した世界最大のコンテナ船エマ、つくはこのスペックにほぼ達している21世紀初頭の現在では港にガントリークレーンが複数備えられてこれら3から5機のクレーンが同時に1隻のコンテナ船への二役に使用できるようになると 大型コンテナ船での二役効率が飛躍的に向上し、10万トンに達するような大型フルコン船も登場した。コンテナ船は様々な貨物を運ぶ目的で建造され、その大きさは貨物船の中では原油を輸送するための超大型タンカーに次ぐものとなっている。21世紀初頭、フルコン船が大きくなり、潜伏が広がって、 搭載貨物コンテナが横22列のものが登場したが、港でコンテナに役を行うクレーンが未整備であるため、港での制約が生まれている。スエズマックスの先には一番浅いところで水深25メートルとなるマラッカ海峡を通ることのできるマラッカマックスという基準がある。マラッカマックスはコンテナ積載量 18000TEU。 最大積載量20万 DWT、船の全長470メートル、幅60メートル、喫水20メートル以内、速度25.5ノットの時に出力は100メガワット以上となる。これ以上の大きさになると、スエズ運河もマラッカ海峡も通れないため世界のコンテナ航路の大規模再編が必要となる。この規模を実現する大きな制約の一つだったエンジン出力は、 デンマークの重機械企業マン B&W が製造した2サイクルのディーゼルエンジンマン B&WK108MEC の登場によってクリアされるとしている。最大の問題は、この出力を伝達することのできる直径10メートル、重さ130トンのプロペラを作ることのできる会社がないことである。また、港での二役にかかる時間が長くなる、通ることのできる航路が限られるなど、 スーパータンカーの大きさを制限しているのと同じ問題にコンテナ船も直面しようとしている大きなフルコン船での甲板上に高く積まれたコンテナによる視界不良と前からの波浪を防ぐために船橋は選手部に配置が検討されるこれにより選手船橋直後から後部までコンテナクレーンのジブの上げ下げなしで動けることになるまたハッチレス船の導入が ますます進むほか、自己発生時の環境に与える影響に配慮して、二重尖閣の内側に燃料タンクを備えるようになる可能性もある。21世紀初頭近年の燃料高騰が今後も続けば、巨大化するフルコン線に搭載されるエンジンは、ますます低燃費のものが求められ、おそらく高馬力での高速航行へは戻らないと思われる。船体構造としては、 上部甲板を含めて、甲板と呼べる部分をほとんど持たないセル構造の大型フルコン戦では、もともと構造的な弱さを持っている。高波浪下で、満載高工事には強い縦曲げモーメントを受けるため、十分な縦強度が求められるが、戦争内コンテナ積み付け応列数を増やすために、ッチ間の縦通り材を廃止したり、原則二重構造の幅を狭めたりと年を経るに、従い、 強度面からは厳しい設計を行っている。もちろん、両弦にほんの少し残された甲板や、ハッチコーミング部とその周囲の部材、最上部の原則板には 5000TU を超える、ポストパナマックス船で 50mm 前後の、高張力鋼を使い、1万 TU クラスの船では 70mm 程度に、する、両弦上端をボックスガーダーとするなどの縦強度負を補う設計が、 行われているが、強度面からは厳しいものとなっている。21世紀初頭現在の巨大なフルコン戦は、戦争内に搭載するものと、ほぼ同数の貨物コンテナを、甲板状に並べており、重心が高く、パナマックス戦で、復元性能、B、D 比、1.35、風を受ける面積が大きい。戦争チレスフルコン線は、戦争が完全に上に対して解放されており、 船体上部からの雨水以外の水の侵入に対して全く考慮されていない。2017年に登場した最新のコンテナ船は2万 1000TU という桁外れに大きなものが登場してきているが、この場合一隻の積む貨物の総額は数億 US ドルにも達することがある。こうした大型船が絶えず世界の海を航行しているため、常時、 500万から600万個のコンテナが海を行き交っているそれに伴うリスクも非常に大きい。リスクの中には二役に関わるものもある。コンテナ積載時に税関へ提出するマニフェスト、積み荷目録以外にコンテナの中身を知る手段はない。それぞれの船が非常に大量に行き先の違うコンテナを積んでいるため、コンテナの二役の際は、 紛失や積み間違いが起こらないよう最新の注意を要する。またコンテナを積み下ろしするガントリークレーンは中身を守るためにできるだけコンテナを揺らさないようにしなければならない。安全に、しかも効率的に積み下ろしをするためにはクレーンのオペレーターには熟練した作業員を当てる必要がある。またコンテナ不当やコンテナ船の甲板上で働く作業員はトレーラーや コンテナ2役機械などの大型車やコンテナを積む際のバランスや転落、コンテナの下敷きなどに注意しなければならない。海上では暴風雨がコンテナ船を襲い、甲板上のコンテナを波で奪い去ってしまう危険がある。一個でも流されれば大きな損失となる。またコンテナ内の高価な商品は海賊たちの標的になり得る。マラッカ海峡やインドネシアなどでは 海賊が脅威となっている。コンテナは金製品、武器、麻薬などの密輸や密航者の入国に使われることもある。7000TU 以上の大型コンテナ船は以下の造船所で建造されてきた。世界中のコンテナ船の総火採用量14、0級に 321TU を席数4、905席で割れば、 世界中のコンテナ船の平均コンテナ搭載容量は 2873tu となる。および、もう参照。同型船については原則一番線を記載。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。